シーズンの開幕戦では1ポイントを獲得しました。ここは勝利して4ポイントにしたいところでしょう。もちろんですよ。あったという様子を見せてますね、堀池さん。はい、今の場面ですとそう思っているでしょうね。強引に切り崩してきた。狙っていった。まだまだです。岡崎慎司、フィンク、本田、復帰、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。不審の旗が上がりました。オフサイド。クロスを出した。これはゴールキックとなります。ボールを運びゴールに襲いかかります。キーパーがキャッチします。ここから攻撃に持っていきたいですね。シュートはさすがに強引か。ここでシュート。ディフェンスがブロック。コーナーからゲームは再開です。いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。そこには誰もいません。ボールはゴールキックに変わります。キム・ナミル、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。打ってきた。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックになりました。ここを起点にできるか。ヒル、ボールをキープできるか。アドバンテージを取りました。流します。ボールを大きく押し出します。副審がコーナーフラッグを指します。気は抜けない展開です。これはスローインになります。ヒル、どうなる。誰か反応しているか。頭でつなぎます。ここで打つ。ボールはクロスバーの遥かに上。パスをつないできましたがここで奪われました。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。シュートは遥か上空。
プルです。戻すしかないということでしょう。サイドを変えました。スローインに変わります。ミスパスがありました。これはフリーキックとなります。岡崎慎司、決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。ヒル。ゴール絵文字。岡崎慎司。横へ展開をします。これで決まりだ。キーパーに近すぎました。ヒル。シュート。このシュートを弾いた。コーナーキックで続きます。頭で合わせる。決まるか。ああ、思わず声が上がります。同点とはなりませんでした。キム・ナミリ、激しくぶつかっています。岡崎慎司、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。もったいない形でこれは来た。キーパー弾く。コーナーです。同点のチャンスが生まれました。レフリーの笛が鳴って、後半はどのような試合になるでしょうか。さあキックオフです。ファールになりました。イエローもありますか。危ない場面でしたね、堀池さん。はい、今のは危険でしたよ。岡崎慎司、本田圭佑、さあ突破しましたよ。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。
これは残念。ボールを手放してしまいました。ヒル、次々に相手を抜き去っています。見ていて楽しい選手ですね。これはいいぞ。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。このボールはキーパー。そうですね。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。本田圭佑、主審がオフサイドの判定です。うん、オフサイドですね。ここは簡単にボールを渡してしまった。オフサイドの判定です。岡崎慎司、ゴール、ゴール、ゴール。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はもういないですよ。果敢に仕掛けてボールを奪いました。残念、わずかにそれました。ヒル、スローインです。ヒル、フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。いいビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。ヒル、主審が試合を止めます。ヒル、ここで攻守が入れ替わります。本田、岡崎慎司、ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。堀池さん、スタンドのサポーターは試合終了が待ちきれないようですね。はい、
熱いサポーターの声援に選手もよく応えていますからね。これはスローインになります。フィンク中盤でボールをカットしました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ここまでのオフサイドです。押し出します。やっちゃえ。決まるか。わずかにポスト横にそれました。仕掛けられながらもボールをキープしています。足を投げ出します。ミッドフィールドでボールを取りました。ヒル、本田圭佑、主審はファールを取ります。本田、ここでタイムアップ。